はい、こんばんは。サーバージュル天将軍でプレイしています、ハルポンです。今回は舞台編成紹介なんですけど、シーズン9の舞台編成紹介になってまして、除血バージョンということで、女性武将を含めた舞台編成を紹介していきます。で、画面に映ってるね、挑戦ももちろん入った編成を紹介していきます。はい。で、早速舞台編成紹介に移りたいんですけど、少し雑談しようかなと思います。はい。シーズン9始まってね、約1週間経ったんですけど、皆さん状況どんな感じですかね。僕はですね、今モフモフ王朝というところに所属してまして、バチバチね、戦争が始まってます。で、相手は、小兵器さんですね。はい。シーズン6では千里飯店に所属してた時に、小兵器さんと千里飯店で、サーバー1のね、国士無双相手に戦って、勝った時がありましたね。なんで、小兵器さんの実力は分かってるわけで、でね、今も現に、対人戦とか始まってて、もうめちゃくちゃ真っ赤な人たちがいっぱいで、結構ね、苦戦してますけど、楽しんでねやっていきたいと思います。はい。じゃあ雑談はちょっとそんな感じで、舞台編成紹介に移っていきたいと思います。はい。舞台編成なんですけど、主将に挑戦、副将に旅霊騎再演といった弓編成になります。で、挑戦の戦法はですね、白馬義獣で、合軍収集かな。で、兵法書は石兵で、精神防備ですね。で、副将の旅霊騎は、戦法は破軍一将で、秘術結局で、兵法書は大望不望で、希望勝利といった編成になってます。で、サイエンの戦法はですね、これなんだっけ、警告形成ですね。で、武法人、はい。で、兵法書の方は将兵支援で、百戦遠距になってますね。はい。そんな感じの、まあ女性3人の、もう除血編成ですね。完全なる除血編成です。女性3人なんでね。はい。じゃあ次は、コンセプトの方を話していきたいと思います。はい。コンセプトなんですけど、除血武法人編成ということで、まずはですね、挑戦を、まあ、相手にね狙わせて相手を削るっていうところですね。挑戦の固有自体が、受けたダメージをですね相手に肩代わりさせる効果がありますね。なので、武法人で挑戦を相手先方のね対象にさせて、で、ダメージもらった分の一部をね相手に与えると、はい、そういった形になります。で、まあ、挑戦の固有自体ね、ダメージ、与えられて、で相手にね肩代わりしてもらった時に、まあ相手を最新状態とか混乱状態とか虚弱状態にする効果もあるので、結構いいですね。はい。で、3つ目に書いてあるのは旅霊騎の火力で低統率狙い撃ちって感じなんですけど、まあ旅霊騎の固有のアクティブ戦法をね発動させて、で、破軍衣装と秘術の、アクティブ戦法率をねさらに上げて、まあ、白馬とね旅霊騎の、アクティブ固有戦法のおかげで結構ねアクティブ戦法発動率上がりますので、それでハグ印象で、統率を下げて、で秘術で、低い統率の武将を狙っていくという形になります。まあ旅霊騎が火力役ですね。はい。で、最後はサイエンの回復と混乱不要で書いてあるんですけど、サイエンは固有にあの回復戦法がありますので、それでね、旅霊騎だったり、ダメージを食らった挑戦をしっかり回復させて、はい、さらに、警告形成で相手に混乱を付与していくという形になります。はい。
で、まあちょっとコンセプトはね書ききれてないんですけど、あの武法陣の効果って、両霊機のね火力を上げたり、サイエンがねしっかり相手を回復、相手じゃない味方を回復してくれたりっていう効果もあって、でさらにね、サイエンの固有は回復だけじゃなくて、味方のね火ダメを抑えたり、霊気とかの火力をね上げることがあるので、まあ結構あの霊気の火力も上がりますし、で挑戦自体のね火ダメも下げれるといった形になります。はい、で挑戦にはあの合軍つけてるので、まあ、ダメージ食らった分ねしっかり、自分で回復していこうって感じですね。で兵法書の石兵もあるので、まあ、結構回復量はたくさんあるかなという形になります。はい、じゃあ次、先方代替案話していきます。はい、先方代替案なんですけど、合軍を、まあ、魅惑に変えて、まあ、回復量ちょっと少なくなるんですけど、相手に対するね制御状態を増やしていくっていうのも一つありかなと思います。はい、まあ相手をね最新状態とか、虚弱状態にすることができれば、アクティブ戦法発動できなくなったり、そもそもダメージがね与えられなくなったりするので、火ダメ下げれることもできると。はい、で2つ3つ目はちょっとセットなんですけど、破軍一将と比術を下げて楽砲と戦軍一掃にして、相手をねさらに制御状態に含んでいくっていう形ですかね。はい、それもありかなと思います。なんか自分の部隊編成の状況と、見比べてというか、あの他のね編成状況と考えてやってみたらいいかなと思います。で、最後はこれは単体なんですけど、秘術を、まあ、満士聖者とかに変えて、アクティブ戦法のね発動率自体はあの白馬騎銃と挑戦じゃなくて魚雷機の固有で上がるので、まあ、強力なねアクティブ戦法入れてもいいかなという風な形で満士でもいいかなと思います。はい、じゃあ最後ポイント話して終わりにしたいと思います。はい、ポイントなんですけど、今回この、除血編成をしてるのは、シーズン9のね個性の、除血というものがあって、それを、設定というか、個性をね除血にすると、あの女性武将の属性が 15% アップするんですよね。なので、まあ結構ね 15% って結構大きいと思うんで、それをね使うことで、今紹介した編成がよりね強くなると思ってますので、押してます。はい、で、2番目から4番目はまあ捨て振りなんですけど、挑戦は知力、魚雷機は武力で、サイエンは知力ですね。はい、まあ、そういった形で、割り振っていただければいいかなと思います。はい、じゃあ今回は、除血編成の、紹介でした。はい、じゃあ終わりたいと思います。バイバーイ。